それでは機械翻訳システムの安定性評価ということで、長岡技術科学大学の高橋が説明します。まあ、本研究、使いやすい翻訳システムとは何かというところで、今までは参照訳とその出力がどれぐらい近しいかというのを評価してきたんですけども、それだけで使いやすい翻訳システムを評価できるのかというのがあります。例えば最近のニューラル機械翻訳では、句読点の有無が入力で変わるだけで出力がガラッと変わるというの問題があります。でそれっていうのは、出力が変わるとシステムとしては使いにくいんじゃないですかっていうのがあります。でこれを評価するために、我々は安定性評価という観点を提案します。でこれは何かと言いますと、機械翻訳システムにおける入力文の変化に対する出力文の変化っていうのを定量化して、扱いやすい機械翻訳っていうのを評価します。で簡単に提案と貢献をまとめますと、この安定性評価という概念を提案します。でまた実際に定量化をする安定性の評価手法というのを提案します。で評価を行うための評価セットを構築し、また実験で NMT と PBMT に対して安定性の評価を行っています。それでは評価手法の概要です。評価は至って単純で、TER 編集率を用います。で、同じモデルの機械翻訳システムがあり、安定性ということで入力文に揺れを加えます。この場合ですと、この文末の丸を削除し、その出力がどのように変わるのかっていうのをまた TER により評価を行います。で TER というのは翻訳編集率のことなんですが、これは機械翻訳の出力を参照訳に近づくよう編集した際の編集距離のことになります。で単純な編集距離と異なるのはシフト操作、例えばこのカンマがこの位置にあったのがこの位置にシフトするというのも考慮するというのが TER の特徴になります。で実際に評価を行うために評価データを作成します。で評価データはこちらのように入力文に意味のない範囲で加工を加えます。でこの加工は今回この6つですね、5つ、丸の削除、点の削除、並び替え、表記揺れ、同様による還元により加工を行います。またデータは京都関連文書の対訳コーパスから無作為に100文選んで、変換できるもののみ変換をしています。実際の作業は私が一人で手作業で加工を行っています。例えば並び替えっていうのは並列句ほにゃららとほにゃららっていうのも変わったり、表記の変更、同様による還元、これら意味の変わらない範囲で加工を行っています。評価データの一例はこのスライドになります。後でじっくりご覧ください。それでは実験です。実験設定は実際にこの作った評価データを入力し、評価データとベースラインを入力し TER を測定します。で対象となるのはニューラル機械翻訳とフレーズベース統計的機械翻訳モデルになります。これは TER による結果になります。で簡単に言うと NMT の安定性の低さを定量化することができています。この表ですが、左側はそれぞれ入力文の処理の種類で、横軸は TER になります。でこれは TER は0に近づくほど安定性が高く、1どんどん大きくなるほど安定性が低いものとなります。でこれでグラフを見ると、PBMT と NMT を比べると、いずれの入力文の処理においても、PBMT の方が安定性が高くなっています。で、翻訳性能も含めた評価ということで、この翻訳出力文に対してブルーやニストにより評価を行いました。その結果、NMT は出力が変化しやすいんですが、翻訳精度は高いということが分かります。でこれは、ブルー、ニスト、それぞれ、NMT の方が、高くなってます。で、しかしながらこの出力 TER というのは NMT の方がこちらも高くなっており、なので、NMT は出力が変化しやすいんですが、翻訳精度は高いと言えます。で、定性的な評価になるんですけども、これは、文末の、丸を削除すると、どうなるかというもので、NMT の場合は、これぐらいの変化があります。で PBMT の場合は、文末の丸のみが変化しているとなります。
関連研究です。機械翻訳の評価というのはこれまで、いろいろ行われており、まあ、ブルーだとか WER、TER というのがあります。他にも、まあ、アライメントによって流暢さを評価しようとしたものがあります。まあ、しかしながらこの安定性評価というのは機械翻訳においてなくて、まあ他の分野、その単語分割の一貫性を評価しようという試みはあります。で、まあ、今までにこういう評価というのが、翻訳に対してなかったため、我々は過去の既存のこの自動評価尺度っていうのを組み合わせて安定性評価という観点を概念を提案しました。まとめです。評価観点安定性を提案しました。これは入力の言い換えによる出力の変化の定量化になります。またこの評価セットを構築し実際に公開しています。URL はここからになりますので、ぜひご覧ください。以上で終わります。